はーい、どもれいです。今回ですね、まあこちらのメガニケやっていこうと思っているんですけど、まあ今回はですね、まあ私、まあメガニケ始めて1週間ちょっとなんですけど、まあこの1週間を通して、まあこれやっといた方が良かったなとか、これやんなかった方が良かったなっていうことをね、ちょっとご紹介していこうかなと思っていますので、これからメガニケ始めようかなと思っている方はぜひとも参考にしていただけると嬉しいなと思ってます。ということで早速やっていきましょう。はい、ということでね、早速やっていくんですけど、まず最初にやってはいけないこと、をちょっとご紹介していこうかなと。まあ、やってはいけないというか、まあ、やんない方がいいなっていうことをちょっとご紹介していこうかなと思ってます。まず一つ目がですね、こちらなんですけど、まあ、こちらのまあ、このバトルデータセットケースっていうのがあるんですけど、まあ、これいろんなイベントであったり、まあクエストであったり、ミッションだったり、まあ、そういうのを攻略していくと、まあ、結構もらえるんですけど、まあ、こんな形でね、まあ、12時間とか、まあ、8時間、1時間、2時間って書かれてるんですけど、まあ、これどういったものかと言いますと、まあ、こちらのロビーに、まあ、これですね、ここの基地の防御っていうところがあるんですけど、まあ、ここで報酬を、まあ、ゲットできるんですよ。まあ、時間を置くことで、まあ、何時間とか、まあ、多分24時間で限界まで貯まるのかな。今22時間経ってて 92% 近く貯まってますよっていうところで、まあ、この報酬を受け取ると、まあ、こういった形でね、まあ、強化アイテムであったり、装備であったり、まあ、いろいろなアイテムをね獲得することができますよっていうものなんですけど、まあ、こちら今ね私レベル38ということで、38レベル分の報酬を獲得できるんですよ。うん、まあ、なので、まあ、何が言いたいかと言いますと、まあ、このレベルが低ければ低いほど、まあ、先ほどね紹介したこのケースの、この1時間に対してのもらえる量っていうのが少ないんですよ。はい、今9万4000もらえるんですけど、多分これレベル1とかであれば2、3000とか、まあ、それぐらいしかもらえないんですね。はい、まあ、なのでできる限りこの基地の防御レベルっていうのを上げないといけないですよと、まあ、これ書いてはあるんですけどね、使用すると基地防御レベルを基準としてアイテムが表示される時間分の、バトルデータセットがもらえますよっていう、まあ、ものなんですけど、まあ、このメガニケの、まあ、重要なところっていうところなんですけど、まあ、レベルとかが上がっていないと、まあ、普通に攻略できないんですよね、ゲーム自体。普通にイベントであったり、まあ、ノーマルクエストっていうのがあるんですけど、まあ、それが攻略できないっていうのが、まあ、あるんですよ。うん、でレベルが1レベル上がるだけでも全然火力が変わってきて、攻略できるかできないかっていうのも変わってくるので、まあ、結構ニケ自体のレベルが上がっていないといけなかったり、まあ、装備のレベルが上がっていないといけないっていうのが、まあ、あるので、こういうね強化素材っていうのはねだいぶ必要になってくるんですよね。うん、まあ、なので、まあ、何を言いたいかと言いますと、できるだけ、まあ、この使わないように取っておいてくださいと。まあ、基地レベルがある程度レベルが上がるまで使わないように持っておくのがいいんじゃないかなとは思いますかね。うん、まあ、ただすぐ強化してすぐレベル上げてっていう、まあ、すぐこの、イベントとかね、まあ、ノーマルクエストクリアしたいっていう方はね、まあ、全然使っていってもいいとは思うんですけど、まあ、ただのんびりやっていこうかなと、まあ、別に時間に縛られてやってませんよって方は貯めておいて、まあ、基地レベルがだいぶ上がってきてから使った方が、まあ、お得ですよっていう、まあ、ところですね。はい、まあ、なんで普通に早くレベル上げたいっていう方は全然使っちゃってもいいんじゃないかなとは思ってます。はい、ということで続いて2つ目なんですけど、2つ目はですね、まあ、先ほど言ったこの、まあ、基地の、ね、防御っていうのがあるんですけど、まあ、これレベルが上がれば上がるほどね、まあ、報酬が違いますよっていう話をしたと思うんですけど、で、まあ、このレベルってどうやって上げるのかっていうところなんですけど、普通にシナリオノーマルクエストですね、ノーマルクエストをどんどん攻略していくと、まあ、この5回に1回レベルが上がりますよっていうものになってますので、まあ、シナリオをどんどん進めていくっていうのが、まあ、まあ強くなる一歩かなとは思いますので、まあ、できるだけ、普通の、シナリオをクリアしていって、レベルを上げていきましょうというところで、
まあ、なんでレベルを上げていかないと報酬も少ないですよっていうことなので、できる限りね、どんどんシナリオを進めていって、まあ、例えば、これ6時にね、まあその報酬が変わったり、まあ、イベントが、まあ、リセットされたりってするので、結構寝るギリギリまでこの基地はね、まあ、報酬は受け取らず寝る前に受け取るっていうのが、まあ、一番ベストかなとは思います。まあ、ただ注意としては、寝ちゃって普通にやってる最中に寝ちゃって報酬を受け取らずに寝ちゃうっていうのがあるので、まあ、そこだけ気をつけていただきたいっていう感じですね。でこのまとめてってやつも、まあ、こういう2時間分、もらえますよっていう、まあ、臨時でもらえるっていうものになってますので、こちらもね、この基地のレベルによって、まあ、報酬が変わってくるので、できるだけレベルを上げて使うようにしてください。はい、ということで3つ目なんですけど、3つ目はね、まあ、こういった形でね、2系のレベルを上げていくわけなんですけど、まあ、上げるときにね注意してほしいことなんですけど、1体だけ強化するのはやめましょう。うん、1体だけ100レベルにしたいとかねことをすると、まあ普通に勝てない。まあその1体強くするっていうのもありだとは思うんですけど、まあそうするとね、なかなかシナリオは攻略できない。まあなので、できるだけ平等に強化していってみてください。でなんですけど、まあ平等にとは言ったんですけど、まあ何体までかと言いますと、5体まで平等に上げてください。でそこからは一応このね、シンクロレベルみたいなのがあるんですよ。シンクロ中って書いてあると思うんですけど、まあ、このシンクロ中にすると、今この、名前何でしたっけ、長だっけ、この子長ね、長のレベルって通常は1レベルなんですよね。今ただ80レベルになってるじゃないですか。まあ、これシンクロ中っていうのが、まあ鍵になってくるんですけど、まあ、このシンクロとは何かと言いますと、こちらの基地の方行っていただいて、いただきまして、このシンクロデバイスですね、シンクロデバイスっていうところに行くと、まあ、こういった形でね、まあ、今10体解放されてるので10体分入れるんですけど、まあ、これを、ここに登録することでレベル1を、まあ、この5体いると思うんですけど、まあ、今このレベルが高い順に並んでるんですけど、まあ、レベルが高い順でこういう形になって、一番低いので80レベルじゃないですか。なのでシンクロレベルも80レベルになって、今ここにセットされてるキャラ全員80レベルですよと。まあ、20レベルでもあっても、1レベルであっても、50レベルであっても、全員80レベルに統一されますよっていうものになってますので、まあ、ただこれね、1体だけ例えば100レベルにしました、他は20レベルですってなったら、シンクロレベルって20レベルなんですよ。まあ、なのでそうなるとね、またその全体的なキャラのレベルっていうのは下がってしまいますので、まあ、この5体、例えば5体ね、しっかり80レベルまで上げていれば全員80レベルにできるので、まあ、なんで先に SSR、 まあ一番高いランクのキャラがいると思うんですけど、できるだけ5体早めにゲットしましょう。で5体ゲットして、その5体を、レベル、上げていきましょう。はい、まあ、なぜかというと、まあ、今ね自分この SR のキャラを入れてるんですけど、本当であれば長をねレベル80レベルにしたいところなんですけど、まあ、この80レベルにするためには強化素材がかなり必要ですよと。でその強化素材もなかなかたまらないので、今からこの配置を変えて長をレベル80レベルにってすると、本当にこの強化デバイスがねめちゃめちゃ必要になる。 2,3000K っていうのが必要になるので、 2,30万ってことかな、必要になるので、そうなるとやっぱね強化のムラができてしまいますので、まあ自分それを知らなかったので、今ねこの SR がレベル80レベルになっちゃってるんですけど、できるだけ SSR を早めにゲットして、5体分ゲットしてレベルを80レベルまで上げておくと、まあ効率的に上げれるかなと。で他のキャラはね、まあ、SR とかね、本当にシンクロレベルとかで上げとけば全然問題ないと思いますので、できるだけ SSR を80レベル以上、80レベルとかね、その5体分強化しておくと、まあ、今後楽なのかなとは思ってます。はい、ということで続いてはやっておくべきこと、話させていただきます。まず一つ目がですね、シナリオ。普通のシナリオを、7ステージまで完全攻略していきましょう。はい、7ステージまでですね、なので
フォの再開ってとこですね。まあ、ここのノーマルのボス戦までしっかり攻略しましょう。まあ、なぜかと言いますと、まあ、今から紹介するんですけど、まあ、このね最初の方ってまだ全然ねその今の基地みたいなところとかっていうところの、まあ、そのなんですかね、タブっていうのが全然解放されてないんですよ。まあ、今こういうアークとかね、基地とかいろいろ解放されていますけど、まあ、最初ね全然解放されていないと。でどうやって解放するかというと、普通にシナリオを進めないといけないですよっていうところで、でまあ一番ベストなのが7ステージかなと。まあその後もね全然解放されてはいっているんですけど、重要なとこは7ステージまでかなっていうところで、まあなぜかというとね、まあ解放されるっていうところなんですけど、まず一つ目がねこのエレベーターってとこですね。これいつ解放されたかわかんないんですけど、レベル5とかは5ステージ目か6ステージ目のボス攻略して解放されたような気がするんですけど、まあ、ここ何かと言いますと、まあ、こういうねなんかこのなんていうんですかね、囚人みたいなのがいるんですけど、まあ、その囚人を何体かから選べるんですよ。3体ぐらいいたかな、の中から1人だけ選べるんですけど、で多分ですけどこのポイントが3600っていうのがいくとこのキャラをもらえるのかなっていう、まあ自分まだ分かってはいないんですけど、多分、もらえると思いますので、うん。でなおかつこのねポイントっていうのがあると思うんですけど、30ポイント20ポイント10ポイントっていうのがあって、このイベントが出てくるわけですよ。デイリーミッション10ポイント獲得するであったり、基地の防衛の報酬を受け取るだったりね、まあ毎日毎日更新されていくので、まあそうなると早めにレベル、このエレベーター解放すると早めにこのキャラをゲットできますよと。まあゆっくりゆっくり進めていると、まあ、この解放が遅れてしまい、まあ、1日分2日分みたいな感じで無駄になってしまいますので、できる限りこのエレベーターを早めに攻略して、まあ、こういった形でポイントはしっかり稼げるようにしておくといいのかなと。で続きましてアークですね。アークのところなんですけど、まあ、アークのこちらのトライブタワーかな。まあ、ここのこのタワー、まあ、普通のこのね普通のタワー自体はあのすぐ解放されるんですけど、まあ、この下のデイリー、まあ、テトラタワーであったり、まあ、いろんなタワーあると思うんですけど、このタワーはデイリーで毎回3回しか挑戦することができないですよね。まあ、なので同じく毎日3回ずつしか攻略できないので、まあそうなるとまた1日分2日分っていうのが無駄になってしまいますので、できるだけ早めにこれも解放しておくと、まあ結構報酬がまあいいやつがあったりだとかもうっていうのもあるので、早めにこのタワーも解放するということで、まあベストなのがステージ7かなと思っていますので、まあシナリオは早めにステージ7まで攻略しておくといいんじゃないかなとは思ってます。でまあ2つ目なんですけど、2つ目はねガチャチケであったり、まあ今持ってないんですけどガチャチケであったり、石とかを使ってガチャを引く、これ結構重要です。はい、まあなぜかというと結構キャラっていうのが必要になってくるんですよね。まあ先ほど言った通り攻略するためにもキャラ必要ですし、まあ一応このね派遣っていうのがあるんですけど、まあその派遣を攻略、まあ攻略と言いますか、その派遣に出すためにも、まあ、キャラが必要になってくるんですね。まあ、こういう、まあ、今自分持ってないんですけど、まあ、この2系、あ、待てよ、全部受け取ります。まあ、このキャラしか入れれないっていうところがあるんですね。まあ、長であったり、このキャラ名前なんだっけな、まあ、このキャラであったりっていうのが、まあ、この決まってるんですよね、入れれるキャラが。まあ、なのでキャラを多く持っておくとこういう派遣とかでもスムーズに出すことができますし、うん、まああとはまあ単純にね、まあ先ほどの、まあ、また基地行くんですけど、基地のこれかな、このタクティックアカデミーってところがあるんですけど、ここのまあこういうところがあるんですけど、まあ、こういうのにもキャラが必要ですね。このキャラを持っていないと解放できませんよと。でこれ解放することで、まあ、バトルデータステッドの獲得量が上がったりだとか、まあ、いろいろ結構お得な、ね、ものがついてきたりだとかっていうのがあるので、まあ、こういうキャラとかもいっぱいゲットしておくとこういうの解放できたりだとかっていうのもあるので、
できるだけ SR、まあ SRR ぐらいまでね、全キャラ持っておくと、まあこういう今解放できたりだとかっていうのがあるので、うん、早めにゲットしとくと、まあいろいろと便利かなっていうところで、こういうねガチャとかもどんどん引いちゃって、いった方がいいのかなと。まあ自分はねがっつり貯めたんでね、石をがっつり貯めて、ほぼこの石ではガチャ引いてないぐらい貯めていたので、まあこんな形で溜まってるんですけど、まあできればねこういうもんすぐガチャは引いていった方がいいかなと。まあチケットであればねどんどん使っていっていいと思うので、チケットの方もどんどん使って、獲得しておくと、まあこういうフレンドのソーシャルポイントの募集とかでもいいので、まあどんどんガチャを引いて R であったり SSR、SR とかをゲットしておくと、今後便利かなとは思ってます。はい、ということでね、今回はね、やっていいこととやっては良くないことっていうのをねちょっとご紹介させていただいたんですけど、まあ、まだ自分も初心者なのでね、まあこれやっとけばよかったな、やっておかなきゃよかったなっていうのがまたこれから出てくると思うんですけど、今の段階でまあこれは、やんなくてよかったなとかね、やった方が良かったなって思ったことをちょっとご紹介させていただきました。うん、まあどんどん出てくるとは思うんですけど、とりあえずね、これから始めようかなと思っている方はぜひとも、参考にしてみてください。まあ、ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっていた方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。